さあ、ウルトラマンブレイザーの番組の情報が解禁されて、同時におもちゃの情報も解禁されました。まあ僕の立場としてはね、これは外せない情報なので、めちゃくちゃ楽しみに待っておりました。ということでね、一緒に見ていきましょう。ウルトラマンブレイザーおもちゃ情報公開ということでね、こちらウルトラマンブレイザー、あ、こういったロゴなんだね、かっこいいね。新発売おもちゃ情報公開ということで見ていきましょう。さあ、まずこちらですね、変身アイテム、電光変身、かっこいいね。電光超人とかなんかそんな感じの言葉が思い浮かぶけど、電光変身、デラックスブレイザーブレス、そしてデラックスブレイザーブレスの最強なりきりセットということで、まあ、セット版と単品版が出るということですね。で、あとは、ブレイザーストーン01、まあ、コレクションアイテムだね、今回の、コレクションアイテム、まあ、このブレイザーストーンっていうので変身するみたいなんだけど、これのね、単品版、単品版ではいつものコレクションアイテムの、もので発売される1弾、このウルトラマンセットと2弾がウルトラマン Z&0 セットと、で続いてこちらですね、あの怪獣のメカの位置づけにいるこのアースガロンが、まあ、おもちゃとして登場して、ウルトラマンのソフビも登場するといったもので、これだけ一応情報公開されてますので見ていきましょう。まずはデラックスブレザーブレスですね。さあ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 、こんな感じですね。おーおーおー、かっこいい。ブレスだから、まあ、腕につける形なんだけど、すごい独特な形だよね。ここからこのブレザーストーンをセットして、まあ、セットするとね、この石みたいな、こうゴツゴツしたものが普段閉じてるんだけど、これパカッと開いて、ここにアニメーションが、発生すると。そういった、ギミックになってるみたいですね。ここにボタンがあるけど、多分これはメダルじゃないか、ストーンか。ブレザーストーンの排出ボタンだろうね。で、ここにもボタンがあって、これを押すと変身のあの、なんだ、変身音が鳴るっていうような感じ。アクションボタンみたいになってますね。はい。7色の電光、バーサライターが回るとブレザーに変身だということで、そうなんですよ。今ね、ヒーローの出番ですっておなじみのあの、広がるスカイプリキュアの変身アイテム、このバーサライターが使われてるんだけど、なんか今が旬なのかな。これさ、すっごい面白い動きするんだよね。こう、LED が、多分ね、ちょっと実物見てないからわかんないけど、多分、LED がついた棒がぐるーっと回って、こう、一瞬でこの、いろんな色で点滅して、この色を、このアニメーションを作るっていうような仕組みだと思うんだけど、それがね、すごいなんか、僕の個人的な感想でとしては、もう最新の技術なんだけど、ちょっとね、レトロな感じもして、それがね、すごい面白いんだよね。これ、すごい楽しみです。さあ、ここにね、ストーンをセットすると一発変形ということで、普段はね、この形で、このブレザーストーンをセットすると、パカッとこう開いて、このアニメーションの LED 箱部分が見えるというようなものになってますね。さあ、ブレザーストーンとの連動ということで、7色の LED が描く光のアニメーションで変身ということで、ブレザーブレスを起動させて、ストーンをセットすると、クリスタルカバーが開くと。で、ボタンを押して変身、変身サウンドと光のアニメーションが発動というような変身シークエンスになっております。さあ、続いて Z さんのね、Z ストーンがついてくるみたいですね。ウルトラマン Z のストーンも付属ということで、Z ストーンオリジナルっていうものですね。これね。この横顔の感じさ、なんかあの、昭和のあのウルトラマンのなんだ、あのタイトル名とかなんかに出てくるあのシルエットに似せてるのかな、そういった感じでちょっと見えるんだけどね。 Z 専用の音声とアニメーションに変化ということで、ご唱和ください、我の名をウルトラマン Z、 ウルトラマン Z って、ハルキの声もどうやらなるみたいですね。 Z ライザーの待機音に、変化、 Z とハルキのセリフもなるぞということで、 Z ライザーの変身音もなるみたいだね。で、ここにね、アニメーションで Z のマークが出現するみたいですね。さあ、続いて昼間ゲントのセリフ音声を内蔵ということでね、どうやらキャストボイスも内蔵されてるみたいです。ボタンを押すと7種類のセリフが鳴ると、俺が行く、スカード、緊急出動だ、行くぞブレザー、熱っ熱っっていうのもあるんだね。さあ、別売りのブレザーストーンシリーズとも完全連動ということでね、今回のコレクションアイテム、このブレザーストーンと完全連動していくということで、新たな音声や変身アニメーションが発動ということで、このティガストーン、ティガだとこのスパークレンスが開くアニメーションになってて、銀河ストーン、ウルトラマン銀河のストーンだね、銀河ってなって変身エフェクトが出現と、あのぐんぐんの時かなのあのアニメーションが流れるみたいですね。あ、箱はこんな感じと
というものになっております。で今回はブレイザーと Z さんがストーンとして付属するというものですね。これなんかさ、ブレイザーのこの横がなんかもうバケモンみたいだよね。敵にも見えるからもうちょっとなんだろうね、そういう一面もあるのかな。あの予告見るとブルーラーってなんか叫んでたりもするからさ、ちょっとこう野生的なね、荒々しいウルトラマンにもなってるかもしれないね。さあ次セット版いきましょう。まあ概要はね大体一緒なんだけど、まあつくブレザーストーンはこちらウルトラマンストーンですね。ウルトラマンが出現ということで、これ胸のあれかな、ここのデザインだよね。ここのデザインがアニメーションになって発動すると、ここからタイマーなのかな。これすごいよく考えてあるよね。でティガーストーンはスパークレーズが開く、銀河は変身エフェクトが出現で、ベリアルさんは闇の波動が揺らめくと。でトリガーは光のクリスタルがきらめくと。ビクトリーストーンはビクトリーのマークが出現というものですね。であとこの辺は一緒かな。あーこれがあれか、パッケージか。でこれね、発売日がいつだっけ、7月の8だね、7月の8なんだけど、これ単体版で買うとこのメダル、この追加の8つのメダルはね、あのその日の発売じゃないから手に入らないんだよね。このセット版で買うしか、7月8日に手に入れたい人はもうこの4つのメダルが欲しい人はこのセット版で買うしか方法はないっていうような、まあ、最近よくあるね手法で勝負してきておりますので、まあこれはねどちら買うかね、これは考えていきましょう。ということでね、これだけの合計10個のねメダルが、メダルじゃねえや、ウルトラ、あなんだっけ、ブレイザーストーンか、ブレザーストーンが付属するというものになっておりますな。これだね、こんな感じ。はい、ということですね。さあ続いてね、まあ今見たんだけど、このブレザーストーンのね01は、ラインナップとしてはこちら、ウルトラマンとティガーと銀河とデッカーと。あ、デッカーも出るの。あれデッカーってさっきあった、ごめん見てなかったな。あ、デッカーいるね。あ、そっか、デッカーのアニメーションは紹介されてないんだ。だから分かんなかった。記憶になかったんだ。で、続いてこちら、02は、Z さんじゃねえや、0さんと、ウルトラマン、ゼロストーンと、ベリアルストーンと、ビクトリーストーンと、トリガーストーンと。あ、トリガーもつくんだね。というものになりますね。で、この2つのメダルセットになったものが、ブレザーブレスの最強なりきりセットというものですね。そう、これ発売日が、7月の、01は8なんだ。ごめん、間違えた。こっちか。第2弾が7月22日になるんだ。こっちのメダルが揃わないんだね。ってことになります。さあ続いてアースガロン。アースガロンはこちらですね。ドン。稼働と。これはなんだ、Z さんのあれかな、オープニングを意識してるのかな。全身20箇所がフルアクションということで、まあ、めちゃくちゃ動くってことだね。で、サウンドもダメみたい。ギャオーン。よし、攻撃開始。アースガロン出撃準備と。で、ゲントの作戦指令&攻撃音で全17種類の音声が鳴るみたいですね。で、発光もすると、おー、あ、なにこれ、口から火、な、光線を吐くのかな。で、目も光ると。で、発射、アースファイア発射用意ということ。アースファイアっていうのが多分ここから出るのかな。両メタアースファイアが音に合わせて光る。あ、なるほど。これがアースファイアっていうんだ。この口の中のがアースファイアっていうんだね。あ、だから火を吐くのかな。というものになりますね。はい。さあ、続いて最後こちらですね。ブレザース、あ、ブレ、ウルトラマンブレザーのソフビですね。まあ、色がだいぶね、ないよね。まあ、しょうがないよね、今のご時世ね。これはまあ、気になる人は塗っていけばいいっていうところなんだけど、こんな細かいの出る気しないけどね。相当手間かかるよ。まあまあね、これはね、もう、おなじみですね。この、まあ、これを許容できるかっていうところだと思います。これは6月17日、あ、先行発売だ。6月17日。最近ね、このソフビだけ先行発売のパターンも多いからね、みたいです。こちら770円ということで、値段見てなかったね。まず、ブレザーストーン、ブレザーブレスか、ブレザーブレス単品7920円税込みです。さあ、続いてセット版はどうだ ?1 万ぐらいしちゃう ?1560 円税込みですね。なかなかします。さあ、ブレザーストーンは1個いくら ?1320 円税込み。1200円税抜きだから、1個300円か。あー、まあ、そんなとこだね。まあ、いつものコレクションアイテムのお値段、まあ、食玩とかあのガシャポンとかで展開するんだろうね。でこちらも1320円、ブレザーストーンの02も、1320円と。でアスガロンはいくらだ、5280円税込み。なかなかしますね。まあサウンド鳴るからね。でこれだけ凝った作りだから、まあ確かにそれぐらいしちゃうのかな。
ということでね、今現時点で情報公開されているウルトラマンブレザーのおもちゃ情報を見ていきましたということでね、こちらの、URL もね動画の説明欄に貼っておきますので、詳しく見たい方はぜひそちらからご覧ください。さあね、僕はどうしようかな。まずセット版買うかな。このやっぱりメダル一気に欲しいからね。でこの辺のアスガロンとかはまあちょっとどうしようかな。これいつ発売だっけ。7月22日。まあちょっと本編見て決めようかな、この辺は。ソフビは買おうかなって感じですね。まあきっと武器とかも出てくるからね、今後。楽しみに待ちましょう。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。